皆さん、こんにちは。モテ塾へようこそ。私は、モテ塾塾長のミカミックスです。当塾では、皆さんを一流のモテ師へと導くために、ギャルゲーを通して実践的な講義を行ってまいります。この講義を通して、皆さんが一流のモテ師となることを切に願っております。それでは早速、最初のカリキュラムからやっていきましょう。最初のカリキュラムはこちら、ときメモ4。はい、では最初からやっていきたいんですけれども、今回は一応ね、縛りを2つ入れようかなと思ってます。で、1つはスキルについてなんですけれども、このゲームって、まあ、スキルツリーみたいなのがあって、まあ、順々にスキルを取得していって、まあ、上位スキルを得られるような、まあ、仕組みになっているんですけれども、1周目とか2周目で取ったスキルって、まあ、次の週で、引き継がれるんですね。もう即ポイントさえ消費すれば、上位の、スキルを取れるような形になるんですけれども、ちょっとそれは、封印しますと。で、あともう一つが、デートの場所ですね。デートの場所は基本的に同じところには、まあ、行かないと。同じところでは2回デートしないっていうのを、まあ、一つやりたいと思います。で、ただ、例えば、山とか、まあ、遊園地とかなんですけど、山とかって夏に行くとハイキングして、冬に行くとスキーなんですけれども、まあ、それはちょっと、種類が違うということで、まあ、同じ山なんだけれども、まあ、ハイキングはハイキング。で、スキーはスキーみたいな。で、遊園地も、まあ、ジェットコースターに乗ったら、まあ、次はジェットコースターに乗らず、お化け屋敷に行くとか、なんかそういう感じで、やっていきたいと思います。まあ、早速ね、始めていきましょう。そう、ときメモ4はね、相当やり込んだんで、まあ、全員クリアしましたね。昔から伝えられてきた素敵な恋の伝説があります。皇帝の外れにある一本の古木、伝説の木と呼ばれるこの木の下で、卒業式の日に結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれる。この伝説が真実なのか今では誰にも分かりません。でも伝説を信じて思いを伝える、それはとても素晴らしいことだと思います。あなたに好きな人はいますか？あなたは伝説を信じますか？私はきっと、そう、ときメモね、1をやった人はわかると思うんですけど、4になってね、ちょっとね、伝説の内容がね、変わっちゃってるんですよね。もう、こうなったら、えい！バコーン！くわー！やっと起きた。ほら、早くしないと入学式に遅れちゃうわよ。こうやって起こされるのもいいなぁ。羨ましいな、こいつは。あれの高校生活の初日から遅刻なんて、私はごめんだからね。ていうか、女の子が堂々と部屋に入ってくるのか。え、入学式まだ寝ぼけてるの。もう、てか入学式の日くらい覚えてるだろう。てんてんてん、あれ、もしかして全力で殴りすぎたのかな。やば、いくら女の子とはいえ全力で殴ったらさ、結構なダメージでしょう。自分の名前は覚えてる？覚えてたら私に教えて。自分の名前くらい覚えてるよ。ここはね、ちょっともうシステムいじって、入力してあります。で、まあ、ガルフレ見てくれた人はわかると思うんですけど、まあ、一応これが本名です。で、三上翔のね、翔なんですけど、これ実はね、常用漢字じゃなくて、やっぱりね、ゲームによってはね、用意されてなかったりするんですよね。まあ、そこがね、ちょっと悲しいところではあるんですけれども、あとときメモ4のいいところはね、これね、名前をね、呼んでくれるんですよ。まあ、多分ちょっと進めれば、まあ、名字と名前、あとあだ名でね、なんか呼んでくれる人もいるんだっけな、それ2だっけな、なんか忘れちゃったけど、とりあえずね、名前で呼んでくれるというのがあります。で、それももう入力はしてありますので、まあ、これがね、ときメモ4の最大のね、萌えポイントですよね。まあ、名前はこれでいいでしょう。完了と。で、誕生日も12月31日ですと。じゃあ誕生日は？
OK。 それじゃあ血液型は？血液型は A 型ですと。なんだ、ちゃんと覚えてるじゃない。心配して損しちゃった。私のことは覚えてるわよね。もちろん覚えていると。も大倉みやこだろ。お隣で腐れ縁の。腐れ縁じゃなくって幼なじみ。いいよな、こんなさ幼なじみがいるなんて。もうそこもスタート時点からして違うよね。幼なじみは思いっきりカバンで殴ったりはしない。幼なじみっていうのはもっとこう、もう、みたいな。今そんなこといいから、早く準備して。式の前に伝説の木見たかったのに時間なくなっちゃうじゃない。そう思うんならまず部屋から出てほしいな。お前がいたら着替えられないだろ。エッチだな。エッチじゃないわよ。表で待ってるから早く支度してよね。いや俺はもういてもさ、着替えていいけどね。むしろ見られながら着替えたいって。はいはいって。はいは1回。はーい。やっぱりな。それじゃあ行ってきます。行ってきます。これオープニングテーマってどうなんだろう。あ、ちょっと著作権とかの問題がありそうなのでカットしちゃいます。ここがきらめき高校。私たちはこれからここで3年間高校生活を送ることになるんだね。まあ退学にならなければね。綺麗な学校だよな。でも宮子、君の方が綺麗だよ。歴史は結構古いらしいけどね。少し前に改築したらしいから校舎自体は新しいんだって。普通にスルーされたな。へえ、もうへえとしか言うことがない。こっちこっち、クラス分けが発表されてるよ。本当だ。どれどれ、俺はどのクラスかな。 A クラスか。どうした宮子。私あなたとは違うクラスだ。 B クラス。寂しいか。あらら、でもしょうがないよ、運みたいなもんなんだからさ。クラスが一緒だったら忘れ物してもすぐに借りられたのに。てか教科書とか忘れたらさ、ダメでしょ。同じ授業を受けるんだから。そういう理由かって。あ、そろそろ入学式始まるみたい。体育館はあっちみたいよ。よし行こう。っていうかさ、入学式の段階でさ、こう2人でさ男女が行動してたら絶対噂になるでしょ。あの2人なんだ。うん、高校じゃねえや、校長先生の話って高校でも長いんだな。でもまあやっと高校生になったって実感が湧いてきたぞ。あ、終わったみたいだ。A クラスはっと、ここか。席はとりあえず適当に座っておけばいいかな。本当かよ、それでいいのかよ。あれ、なんだあの木、すごく大きいな。植えられてからかなり年月が経ってそうだけど。そういえば宮子がきらめき高校にはなんとかの木があるとか言ってたけど。伝説の木って言うんだってさ。お、この女の子は。え、あれは伝説の木。私も詳しくは知らないんだけど。入学式でいきなり話しかけてくれるのか、さすがだな。あの木の下で結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれるとか、そんな話があるみたいだよ。へえ、そうなんだ。ロマンチックな伝説だよね。あ、ごめんね、自己紹介がまだだったね。私の名前は星川真希、よろしく。君の名前は？あ、俺は三上翔、よろしくね、星川さん。ここはやっぱね、爽やかに行きましょう、爽やかに。うん、こちらこそ。ほら、席に着け。あ、先生が来たみたい。また後でね。また後で話しかけてくれんのか。いい子だな、この子は本当に。諸君、入学おめでとう。俺が君たちの担任の小賀良平だ。絶対体育の先生だよねこれ。君たちも今日から高校生だ。みなそれぞれいろいろとやりたいことも多いと思う。勉学に励むもよし、運動で一番を目指すもよし、部活を頑張るもよし、もちろん恋愛にかける青春もいいだろう。だがしかし、
俺は恋愛にかける青春だ。これが全てだ。あまり学業の妨げにならん程度に。君たちの成績によっては俺の給料に悪い影響が出たりするんでな。そこんとこよろしくな。あ、そういうもんなの？まあ、私立の先生、まあ、公立の先生はね、そういうことないと思うけど、私立の先生ってそういうもんなのかな。では諸君、改めて入学おめでとう。3年間の高校生活、悔いの残らないように頑張れよ。なかなか個性的な先生だな。でも楽しくなりそうだ。ふう、まあ俺はね、高校デビューだからね。多分ね、中学の友達とかね、誰もいないはずなんですよ、このきらめき高校には。高校デビューにはうってつけですね。でやっぱりね、高校デビューするときって中学の友達をね、切らないといけないんですよ。まあ、簡単に言うと、中学時代の自分を知っている人を全員切るっていうまあそれは大学デビューとかでも一緒なんですけど、デビューするときはね、一番の妨げになるのが旧友なんですよ。だから旧友は基本的にね、全部切るっていうね、選択をしないと、デビューは難しいですね。どうしたの？ため息ついちゃって。あ、いや、まだ慣れてない環境だからね、ちょっと疲れちゃったよ。確かにね。でもそんなこと言ってて明日から大丈夫？なんてね入学式さ、当日からさ、こんな女の子と話さないでしょ。あはは、頑張るよ。マキー、帰るよ。これは友達かな。あ、うん、それじゃあね、明日からもよろしくね。うん、また明日。バイバイ。バイバイ。星川さんか、初対面なのにいろいろ話しかけてくれてなんだか嬉しいな。もう話しかけられるっていうのがね、すごいよね。本当に絶対話しかけられないからね、俺なんてまあこれはね、ガルフレとかでも言ったと思うんですけど、業務的なことしか話さないからね、女の子と。え、君は？小林学だ。よろしくな。よろしく、小林くん。それでどうしたの？男には用はないんだけど。星川さんと随分仲がいいんだな。え、そうかな。そうだとも。クラス1の可愛い子ちゃんと席まで隣で。羨ましい。てかもうクラス1が誰だか把握してるんだね、こいつは。そんなこと言われても。おい学ぶ、彼が困ってるだろ。それくらいでやめとけ、みっともない。なんだって？よう、こいつが迷惑かけたみたいで悪いな。いや、気にしてないけど。俺は七川正し、よろしくな。イケメンキャラだな。あ、うん、俺は三上翔、よろしく。七川くんと小林くんは仲がいいみたいだけど、中学が一緒だったとか？堅苦しいな、呼び捨てでいいよ。それにこいつとは入学試験で隣だっただけだよ。それだけでこんな仲良くなったのか。あ、そうだったんだ。入学試験で隣とかさ、話さなくないですか、別に。というわけで、これからもよろしくな。お互いに困ったことがあったら助け合おうぜ。ちなみに俺は運動が得意だから、運動の相談には乗れるぜ。何、イケメンで運動が得意だと？こいつ完璧じゃないか。イケメンとね、友達になるのはね、諸刃の剣なんすよね。それはイケメンだから女の子が寄ってくる、まあ可能性もかなり高いんですけど、俺とイケメンくんがいたら確実に俺なんてかませ犬だからね俺は勉強が得意だ。当然女の子のことも大得意だ。さすがだな。分かってると思うが、女の子の件は嘘だからな。何を死刑だ。はいはい、そういうわけでよろしくな。よろしくな。で、星川さんのことなんだけど。いや、俺もあんまり知らないんだよね、星川さんのこといや、そんなこと聞かれても俺も知り合ったばっかりなんだけどな。まさにその通りだ。これからだよ、仲良くなっていくのは。しかし七川まさしだっけ、ただしだっけ、どっちか忘れちゃったよ小林学くんか。なかなか個性的な二人だな。入学早々男の友達ができてよかった。確かに入学式にしてはイベント盛りだくさんだな。さて帰るか。夕方だし。シャオ、ほら呼んでくれた名前。そう、みやこはね、幼馴染なんで、もういきなり名前で呼んでくれるんすよ。てかさ、入学式ってさ、もっと早く帰れるもんじゃないの完全に夕方だよね、これ。あ、みやこ、そっちも今帰りか。うん、学校はどう？
や、どうって言われてもまだ初日なんですけど、まあいい感じかな、楽しくなりそうな気がするよ。まあそれはあるよね。いきなり星川さんに話しかけられたらさ、そりゃウキウキだよ。そっか。で、気になる女の子とかいるの？いやだからまだ初日なんですけど。え、なんだよ急に。まあいるようないないようなって。初日からはもういるのかお前は。うーん、ということはいるんだ。それで電話番号とか聞いたの？いやだからさ、まだ入学式でさ電話番号とか聞けねえだろ女の子の。おーほらほらほら、いやいきなりそこまでは聞けないだろ。まあそれもそっか、女の子に面と向かって聞くのは難しいわよね。そう、電話番号はね、やっぱね最初はね業務的なことを理由に聞くのが一番いいんすよね。俺みたいなヘタレはそうやって聞き出さないといけないから。じゃあ私が女の子の情報教えてあげよっか。勝手に教えていいのか、え、いいのかって。まあ、あなたが悪い人じゃないっていうのは小さい頃からよく知ってるしね。それに女の子のことは女の子同士の方がよく知ってると思うわよ。それもそうだな。じゃあミヤ君に教えてもらっていいか。うん、任せて。私こう見えても結構顔が広いの。そうですね、こういうね顔が広い人と仲良くなっておくっていうのもね、やっぱり一つポイントですよね。あなたが知り合いになるような女の子の情報なら大抵わかると思うから。すごいなこいつは。ありがとうミヤコ、オンに切るよ。じゃあ休日にでも電話して、待ってるね。うん、じゃあな。あれ、一緒に帰んないんだ。やった、これで女の子の情報がわかるよ。持つべきものは幼馴染だな。そうですね、やっぱりまず幼馴染の女の子、まあこれは必須ですね。今日から俺の高校生活の始まりだ。勉強を頑張ろうか、運動を頑張ろうかな。部活に入るのもいいな。いやいや、バイトもできるかもな。それともあれか、恋か。恋もいいな。おお、なんだかやる気が出てきた。先生も言ってたけど、とにかくいろいろやってみよう。よし頑張るぞ。めっちゃテンション高いなこいつ。新しいメールが届いてるぞ、三角ボタンで確かめてみよう。あ、そうそうそう、これねプレイステーションなんで、でしかもまあちょっと古いんでガラケーっすね、ガラケーで。携帯電話見てみましょう。新しいメールが来てるぞ。受信ボックス、大倉、気軽に電話して。いいなぁ、幼馴染とはいえさ気軽に電話できるのっていいよね。いよいよ高校生活も本番ね。楽しい3年間にするためにもちゃんと頑張らないとダメよ。今週の行動はもう決めた。平日は今週分の、休日はその日の行動を決めるのよ。もう高校生なんだからちゃんと計画を立てて行動すること。いい？そうそう、私の電話番号を教えたわよね。え、高校生になって、てかまあ高校生になって初めて携帯持ち始めたのかな。友人ページに登録してたと思うんだけどって、なんで人のさ携帯の事情知ってんの。気になる女の子がいるなら携帯で電話してみて誘ってみたらどう。当然電話番号がわからないとダメだからね。女の子の電話番号が知りたかったら私に電話して。気分次第では教えてあげないこともないわよ、笑い。それじゃあお互い頑張ろうね、みやこと。長えな結構メール。これ普通にガラケーで打つと結構大変でしょ。てかいきなりね電話するからね。でメルマガ、メルマガ読んでるんだね。メルマガとかってもうめんどくさいっすよね。アルバイト募集、コンビニ。アルバイトの情報がさメルマガで来るんだ。日時は火木土17時から、月4リッチ程度と。そう、一応ねこれ単位はリッチなんですよ。で一応ね高校生なんでお小遣いももらえるんで、まあバイトを基本的にしなくてもねお小遣いだけで、まあ、やりくりはできるものなので、まあこの回はアルバイトはちょっとしない方向でいきます。であとプロフィールも見てみましょう。大倉宮子、写真とかあるんだね。俺携帯にあんまりさこういう何電話帳で顔の登録とかしてないからね。俺の お隣さんで幼馴染、いろいろとうるさい。5月13日生まれ、大牛座、大型、帰宅部、165センチ。俺より高えな。俺164センチしかないですからね。でバスとウエストヒップはわからないと。うん、ここら辺ちょっと知りたいね。やっぱりね誕生日覚えておくっていうのも必須だし、血液型も覚えておくのは必須ですね。やっぱり女の子はね結構血液型の話好きなんで、まあ最低でも誕生日血液型くらいはやっぱり覚えておいた方がいいと思います。
あと、こいつらももう、登録したんだ。小林学。調子のいいやつ。頭はいいみたいだけど、スケベ。帰宅部ですね。で、男のね、誕生日は覚えなくていいです、もちろん。7川ただし、2月2日。覚えやすいな、こいつ。180センチもあるんだ。でかいな。クールなスポーツマン。悔しいけど、イケメン。まあ、確かにね。そう。で、基本的には、これ、1週間の行動を、まあ、決めます。で、土日が、まあ、1回1回、決めていくのかな。で、土日は、上がるパラメーターが多いという、まあ、そんな感じですね。あと、電話ができるのも基本的には土日だったはず。確か、なんか忘れちゃったな。まずは、やっぱ、容姿だな。容姿は大事だ。本当かよって感じだけど。で、丸が出れば、まあ、上がりが良くて、×が出ると、まあちょっと上がりが悪いと。で、なんかね、バイオリズムみたいなのがね、あった気がするんすよね。その、上がりやすい、上がりにくいみたいな。そこら辺はどうやって見るんだっけな。まあ、それはちょっとやっていく上で、確認していきましょう。で、これのね、すごいところはね、4月12でしょ?どうやって電話するんだっけ?携帯電話か。で、まず電話帳を取り出して、あ、星川さんさすがにいねえわ。まず、宮古に電話をして、星川さんのね、電話番号聞きましょう。もしもし?三上だけど。あら?どうしたの?わざわざ電話で。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな?そうね。ま、幼馴染のよしみで頼まれてあげる。それで何を聞きたいの?デートしようぜ。これね、結構、ターンを無駄にするんで、まあ、最終的にこのデートしようぜをね、ずっと繰り返してると、幼馴染も落とせるんですけど、まあ、今回の、回ではそれはやらないっす。女の子の情報を知りたい。いいけど、誰の情報を聞きたいの?まず星川さんでしょう。ちょっと待ってね。教えるのはいいけど、悪さしちゃダメよ。まあ、ストーカーが悪さかって言われたら、まあ、ちょっとわかんないけど、まあ、ストーカーはしますよ、もちろん。星川真希。これさ、なんか、シャミかなんかで送ってくれたのかな ?6 月1日生まれ、双子座の A 型、帰宅部、157センチ。さすがにバスト、ウエスト、ヒップは、3サイズはわからないか。何事にも一生懸命な頑張り屋さん、クラスの人気者。もうすでに人気者になってんだ。まだ1週間しか経ってないからね。こんな感じ。さすがだな、星川さん。他に聞きたいことは?ある。これね、評価とかもね、教えてくれるんすよね。評価はね、こんな感じよ。女の子の評価とか超気になりますよね。まあ、大体悪いんだろうけど。で、ハートがないと。まあ、それは最初はそんなもんでしょう。寂しい高校生活を送ってるみたいね。余計なお世話だ。ま、頑張りなさい。他に聞きたいことは?まあ、特に大丈夫でしょう。また何かあったら連絡して。それじゃ。いや、本当にいい友人だよな。で、ここから、星川さんに電話して、そう、バッテリーがあるんで、バッテリーがなくなるまでは、携帯が使えます。で、バッテリーってなんだっけ ?1 週間に2個とか回復するんだっけな?なんか忘れちゃった。まあいいや。で、星川さんにいきなりね、こいつ電話かけるんですよ。マジありえないから。1週間経って、突如として、人から聞いたからね、しかも。星川さんからすれば、何この電話番号みたいな感じになると思うんだけど、まあ電話かけますと。で、しかも出てくれると。もしもし、三上ですけど。あ、今日はどうしたの?いや、普通だな、大人でしょう、星川さん。え、なんで私の番号知ってるの?とか。宮子がもうすでに言ったのかな?こう、三上に電話番号教えてもいい?みたいな。そう。で、この休日のところが、まあ、デートに誘えると。っていうか、もう電話する前提がデートっすからね。とんでもねえ行動力だよな、こいつ。で、この、まあ、2ヶ月先っていうのかな?まあ、そこまで、1ヶ月先っていうのか。まあ、そこまで、取り付けることはできます。で、今日が12日なんで、まあ、とりあえずここら辺に、デートをセッティングしますか。いや、マジリア充でしょ。入学して、1ヶ月以内にもう最初のデートを取り付けるんだよ。まあ、取り付けられるかはわからないけど、まあ、最初はね、まあ、公園あたりで、まったりしますか。っていうかね、俺からすれば、あれ、こっちか。中央駅周辺で、まあ、ショッピングとかね。まあ、基本的には自分は一番最初やっぱね、ランチとかで、
まあいろいろお話しするんですけど、まあそれはないんで、一応ちょっと全部見てみますか。まあ水族館とか遊園地とか、まあ動物園とかあるんですけど、いきなり遊園地とかないでしょう。まあ多分ね、応じてくれはするんですけど、いきなりカラオケもね、やっぱちょっときついですよね。その、やっぱね、二人っきりの空間になるっていうのはね、初回はね、避けた方がいいです。で、コンサートとかもちょっと仲良くなってから行った方がいいし、図書館もね、まああれでしょ。だからまあ最初はやっぱり、あ、映画ね、映画もね、まあいきなり行くのもまあ自分としてはどうかなとは思いますね。映画って結局単独で見て、まあ終わっちゃうじゃないですか。だったらね、もっとね、初回のところは、まあいろいろお話しした方がいいと思うんで、そうですね、まあショッピング街に行きますか。お金もかからないし。よかったら今月の26日にショッピングに行かない？ストレートだな、マジこいつ。その日は、うん、大丈夫、空いてるよ。それじゃあ今月の26日にショッピング街で待ち合わせということで。うん、忘れずにメモメモっと。はい、それじゃ当日待ち合わせ場所でね。いや、めちゃくちゃ話が早いなこれ。遅れずに行くよ。それじゃあ、やったー、楽しみだぜって。めちゃくちゃ楽しみだな。4月26日だな、忘れないようにしよう。これちなみにね、すっぽかすこともできるんで、まあ、マジで忘れる時もあったりするんで。で、今日は休日ですね。休日はね、結構いろいろ伸びがいいんで、で、ちょっとね、部活に入るっていうのもあるんですけど、で、部活に入るとね、やっぱね、難易度がちょっと上がっちゃうんで、どうしようかな。てか、休みにさ、勉強とかしなくね、普通。まあ、運動もね、俺運動するような人じゃないからね。こういう時に休んでおくか。そう、休日にね、休むのも体力の回復量が多いんで、まあ、休むとね、やっぱり、運動とか根性とかは下がっちゃうんですけど。っていうかさ、容姿ってやるとさ、容姿が上がるっていうのはいいよね。あ、なんかそういえばメールが来てるな。これも結構ね、見逃しちゃうんですよね、メルマガ。きらめき通信1号、スタジアム情報。4から5月は野球と、10円。コンサートは、交響団の演奏会。わー、マジ興味ねー。映画、青春野球。あ、野球か。まあ、俺最近ね、パワプロやってるからね。野球はちょっと見たいっすね。中央公園。あ、お花見。なーにー、しまったー、お花見があったか。って言っても、いきなりお花見もなー。やっぱりあれだからな。最初は、まあ、まずまずは、商店街でいいでしょう。ショッピングですね、ショッピング。まあ一番無難ですよ。で、今週はじゃあ、まあ一応、どうしようかね。俺もどっちかっていうと、インドア派なんで、で、なおかつ文系の人なんで、文系を勉強しますか。まあ高校時代はね、普通に全然勉強なんてしないけど、あ、そうそうそう、これ出てきた時に、キャラが通りかかったら対応する L ボタンか R ボタンで声をかければいいんだなと。左から出てきたら L ボタン、右から出てきたら R ボタンになります。女の子は傷つくと心の爆弾を育てていきます。俺大丈夫かな。めっちゃ爆弾育ててそうなんだけど。今日は疲れたな。あ、まさしだ、まさしだっけ、ただしだっけ。一緒に帰ろうと誘う。無視して帰るのもちょっとひどいよね。まあ、別にさ、高校生でさ、一緒に男と帰るのは普通でしょ。よし、誘う。てか普通に男と帰るからね。まさし、ちょっとこれ調べとこう。まさしかただしか。よっ、お前も帰るところか。俺もなんだ。一緒に帰ろうぜ。いいぜ。校門で言うか、教室とかで言うでしょ普通。今日一緒に帰ろうぜって。まさしとおしゃれについて話しながら下校した。いや、俺おしゃれなんてね、全く分かんないっすね。おしゃれのセンスが良くなった気がするぞ。そうか、そういうメリットがあるのか、イケメンと一緒にいると。で、4月の19、またちょっとあれが来てますね。受信ボックス。学校慣れた？って、宮古からか。こんにちは。そろそろ学校には慣れた？そういえば、もう誰かと仲良くなった？デートの誘いを断られたからといって、すぐに諦めちゃダメよ。女の子にも予定があるんだから、一回断れたくらいで諦めないこと、いい？電話は一日に何回でもかけられるけど、バッテリーの残りには気をつけてね。バッテリーがなくなると次の月まで電話かけられなくなっちゃう。あ、1ヶ月単位だったっけ。まあどうしてもっていう時はバッテリーを買うっていう手もあるけどね。困ったら買い物でショップを覗いてみてもいいわよ。もちろん買い物にはリッチが必要だから、いざっていう時に困らないようにあまり無駄遣いしちゃダメよ。それじゃあ頑張りなさい、みやこと。
完全にお母さんだな。まあお母さんはこんなアドバイスしてこないけど完全に保護者だなと。あ、そうそうそう、一番右のバイオリズムかな、最高って出てるのが、その時が、伸びがいいっていう感じだった気がします。何を上げていこうかね。理系も勉強しますか。俺理系とか全然わかんないんだけどね、文系人間だから。あ、そうか、休みだったか。じゃあ今週は、まあ、芸術もやっておきますか。容姿はいくつ ?46 か。運動がちょっと低めだけど、まあ、しょうがない。俺は運動できないからね。さてと、授業も終わったな。あれ?なんか騒がしいな。人だかりができてるみたいだけど。この子は。見ろよ。さつき先輩だぜ。嘘。なんでここにいるの?学年違うのに。間近で見ると、マジで美人だな。っていうかさ、この学校美人な人多いよね。ぶっちゃけさ、後ろにいる二人もさ、可愛いよね、普通に。本当、素敵ね。誰だろう?すごく綺麗な人だけど。美人でできる先輩か。憧れちゃうよな。生徒会長って感じだよな。生徒会長なんだ。美人で生徒会長なんてすごいな。てかさ、高校の生徒会長なんてさ、全然興味ないんだけど誰が生徒会長とか俺知らないよ多分。あんな人と仲良くなれたらいいけど、俺には高嶺の花だよな。はあ、まあ、諦めるな。あ、そうそうそう、デートで、ここで例えば運動とかするとね、デートすっぽかすんですよ。じゃあ初のデート行きますか。いやー、もう4月からいきなりデートか。さすがだな。それじゃあショッピング街で星川さんを待とう。よし、時間通りに着いたぞ。いや、俺はね、時間より前に来ますね。俺これ絶対ね、あの初回は時間より前に行きますね。三上くん。おー、いいね、呼んでくれるよ。まあまだ三上くんだけどね。あ、星川さん、おはよう。それじゃあ早速行こうか。どこへ。いや、俺はあとね、デートはね、基本的に全部もう計画していきますね。どこ行くかとか。あと、お店とかも調べていきます。それじゃあ、今日はどこに行こっか。そう、だから、商店街に来ちゃうと、もうブティックに行っちゃうと、もう次はブティックは行けないと。で、雑貨屋も行っちゃうと、雑貨屋も行けないと。まあ、そういう方向でやっていくので、ブティックか雑貨屋かって言ったら、まあ、一番最初はね、やっぱり、雑貨屋の方で行きましょう。あ、もしかして気を使ってくれた?ありがとう。そうそうそう。じゃあ行こう。星川さんはね、雑貨屋好きなんですよ。だこういうのもやっぱね、リサーチは必要ですね。見て見て、この携帯ストラップ。やっぱり女の子が何が好きなのかとか、そういうのはもう事前にね、チェックしておくべきなんですよ。可愛いって言ってるんで、まあ、星川さんにぴったりだねでいいんじゃないですかね。本当に?じゃあ買っちゃおうかな。バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。買ってあげてもいいと思うんだけどね。まあ、高校生だからどうなんだろう。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。まあ、初回デートだとね、基本的にまあ小物とかだったら全然買ってあげてもいいと思うんですけどね。それじゃあまたね。またね。いやー、楽しかったなー。一応メールが来てるな。受信ボックス。星川さん。おー、メールくれるのか。すげーいい子だな。っていうかね、基本的にもうこっちから送れと。最初は、絶対、まあそれはね、向こうの方が早い時はあるけど、まあやっぱ基本的にはね、男の方から、まあ今日は楽しかったです、みたいな。まあメールを送るべきですね。まあ楽しかったよと。よかったらまた誘ってね。それじゃあまた学校でね、マキと。いやー、これはいいんじゃないか。また誘ってねっていうところが、ポイントですね。で、まあ、たまにね、これ、社交辞令の時があるんだけど、まあ、星川さんの場合は、社交辞令をしない人だと信じて、また誘いましょう。というところで、じゃあ、モテ塾第1項ですね。ときメモ4の、回は終わりにしたいと思います。てか、まあ、まだ別に普通に続いていくんですけれども、では、次回は第2項に、なりますので、この続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。